博多駅前道路陥没事故は2016年11月8日に福岡県福岡市博多区の博多駅前2丁目高差店付近で発生した陥没事故である。大規模な地盤崩落事故だったにもかかわらず犠牲者が一人も出なかったこと、また復旧工事が発生後わずか1週間で完了したことから日本国内外多くのメディアに取り上げられ注目を浴びた。 午前4時25分ごろ、博多駅の博多口駅前広場正面から西に伸びる、は、片駅前通りの博多駅前2丁目交差点付近直下から西に200メートルほどの地点であるで、福岡市地下鉄七熊線路トンネル延伸工事をしていた、作業員が肌落ちという地盤崩落の兆候に気づいた。その後、午前4時50分ごろには、校内で異常出水が確認され、 校内で作業中の全作業員が退避、同時に警察に通報し、周囲の道路をすぐに封鎖した。この迅速な対応のおかげで、崩落に通行人や車が巻き込まれることはなく、崩落事故の直接の死傷者はゼロであった。封鎖が完了した約5分後の午前5時15分頃、地上道路に亀裂が発生し、5時20分頃には道路北側、 同30分には南側に大きな穴が開いた。その後両方の穴は拡大し、7時20分には、縦横約30メートル、深さ約15メートルの一つの巨大な穴となった。道路直下に埋設されていた、水道、ガス、上下水、電気、通信の各管も大規模な損傷を受け、現場を中心に、約800個の施設が停電するなどのライフラインの遮断が相次いだ。 陥没だけでなくライフラインの寸断で周辺の多数の営業施設などがしばらくの間閉店を余儀なくされた。8日午前6時頃には消防隊が到着し現場本部を設置。午前6時30分頃には福岡市交通局を中心とする事故対策本部が設置され各種ライフラインの管轄事業者との連携が開始された。 同時に工事志向者である体制建設を中心とした工事共同事業体と福岡市交通局との間で復旧作業の計画が開始され埋め戻し材の検討がなされた。博多駅周辺は九州の心臓とも言えるビジネス集積地であり経済活動や市民生活を保つために一刻も早くライフラインを元の状態に戻す必要があった。そのため 対策本部が出した案は、最初の2日で穴の7割まで埋め戻し、次の3日でライフラインの修復、その次の2日で残りの埋め戻しと地上道路舗装や施設の設置を行うという、トータル1週間の復旧計画であった。一方、電力網と通信網に関しては、埋め戻しによる復旧を待たず、別の方法での早急な復旧が模索された。これは、 陥没事故によって、博多駅周辺のビジネスインフラが影響を受けていたことが大きな理由と言える。とりわけ通信網に関しては、博多駅周辺にある福岡フィナンシャルグループのコンピュータセンターと同 FG が環状系システムを共同利用している広島銀行のコンピュータセンターとの通信が遮断され、環状系システムの機能が利用できなくなったことに、 ともない、福岡 FG に属する福岡銀行、新和銀行、熊本銀行の産業の営業店向けシステムに障害が発生し、九州を中心とするすべての店舗で入出金や振り込み、口座開設などの窓口業務が停止、大きな影響が出ていた。復旧を担っていた九州通信ネットワークは、当初、 陥没で損傷した通信網を周辺の他の通信ケーブルにバイパスさせて復旧しようと試みていたが、陥没箇所を中心に周辺のケーブルも土砂の重みで引き込まれ、かなりの損傷を受けていたため、その方法を断念。代わりに設置申請手続き含めて建てるまでに通常三週間かかる電柱を関係各所と調整することで当日中に設置し、8日夜には、 システムを復旧させた。また、九州電力は約800個に及んでいた停電を9日午前9時過ぎまでに完全復旧させた。ライフラインの管轄事業者が埋設されているそれぞれのインフラの復旧作業にかかるためには、インフラの行動の直下までの埋め戻しが急務であり、まずはその作業にかかった。陥没した穴には上下水から流れ込んだ水や、 地下水が溜まっていた。埋め戻し作業のことを考えると、水を抜いて作業にかかりたいところであったが、この溜まっている水が周囲の地盤を水圧で支えており、水を抜くと周りの地盤が崩れ、周囲のビルが倒壊する危険性もあった。ゆえに通常の埋め戻しに用いる土やコンクリートを用いることが困難であったため、水の中でも 短時間で固まる特殊な土砂である流動化処理土を用いることが提案された。8日午前9時半ごろ、筑紫野市で流動化処理土の生産プラントを持つ企業、環境施設に工事共同事業体の担当者から連絡があり、流動化処理土の生産及び運搬依頼が来た。陥没穴をまず7割まで埋めるのに必要な 流動化処理度は、およそ4000立方メートル、25メートルプール約11杯分もの、膨大な量であり、しかも効果が早く、作り置きができない種類の土であるため、生産後すぐに、ミキサー車で現場まで運んで試行する必要があった。このため、環境施設では、この依頼を受注後、他からの新規受注を停止、プラントをフル稼働させて、流動化処理度を生産した。同時に、 近隣のミキサー車をかき集め、ピストン輸送に対応できるようにした。8日14時30分ごろ、流動化処理度を用いた埋め戻し作業が開始された。夜通し行った作業でミキサー車のピストン輸送の回数は合計約1000回を超えた。8日21時に国土交通省から福岡市交通局に警告書が交付された。 佐々木良国土交通省九州運輸局長からは再発防止、原因究明をしてほしいとの要請がなされ、その後23時からは国土交通省の検査員による調査が行われた。このような迅速な対応、作業のおかげでライフライン行動直下までの埋め戻しは計画通り翌日に終わり、10日からはライフラインの復旧と、 近隣ビル基礎への重点作業が始まり、計画通り13日に終了。その後の地上施設の設置と仮設構造物としての検査、舗装作業も順調に進んだ。11月15日午前5時、工事が完了し、陥没現場周辺道路の通行止めと周辺ビル3棟の避難勧告が解除された。この陥没事故は、その規模も去ることながら、 復旧の迅速さに国内外から多くの反響が上がった。CNN ではわずか数日で道路が元通りになったと報じ、陥没後と復旧後の様子を比較する写真を掲載した。イギリスのガーディアンも日本が得意とする職人技と効率性の賜物と表紙、東日本大震災の際の復旧スピードの速さも引き合いに出して報じた。また、 福岡市と福岡市長の高島総一郎による情報発信も評価されている。陥没事故が起こった直後から市がウェブサイトに特設ページを設けたり、ツイッターやフェイスブックなどの SNS を通じて情報を発信したりするなど市民に積極的な情報提供をしたほか、陥没事故や復旧工事に関する疑問について、 Q&A 形式で市長が現場の作業員からヒアリングした回答を発信するなど災害時の情報発信の観点からも評価されている。崩落の原因について2017年3月にまとめられた有識者委員会の報告書では工事の地盤調査の誤りと地盤の脆さが指摘されている。崩落が起きた経緯としては岩盤層を掘り進めていた。 トンネル上部の地盤が割れ、地面と岩盤層の間にあった地下水や土砂が構内に流れ込んだことが原因で、上部地盤が崩落したというものである。報告書では、地盤工学の専門家12人の議論の下で、トンネル上部の岩盤層の厚さが想定より薄くなっている箇所があった岩盤層の内部に小さな断層や多くの亀裂があったことにより、 地下水の水圧に岩盤が耐えられなかったが大きな原因としている。ありがとうございます。